え皆様こんにちは、えー、本日は大変お忙しい中ですね、こうやってあのこの会議にご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。えー、解散にあたりまして、ひと言ご挨拶を申し上げます。えー、まずはですね、あの本会議の開催にあたって、えー、大変なご尽力をいただきました関係の皆様に、こ、え、れ、ー、から御礼を申し上げたいと思います。えー 世界平和経済人会議広島は今、あの司会からもご説明ありましたけれども、このビジネスと平和貢献のあり方、この関係をですね、多面的にこう議論をしていくということで、真に平和な、そして持続可能な あ、社会を築いていこうということを目指す会議でございますえ、2013年に初めて開催をいたしまして、それからあの今回で8回目の開催となります。え、そしてあの現在もですねえ。ウクライナへの侵攻がま続いているという中で、えま世界に大きな影響がですね。そこからま生まれております。 でそういうい中で来月、G7 広島サミットが開催をされることになっておりますけれども、それを契機に世界へ広島の平和の取り組みを発信をしたいと、そういう気持ちで、ですね、このサミットの前、ちょうど1か月前になるんですけれども、開催することとしております。そして今回の会議のテーマですけれども、このウクライナの、ウクライナ紛争の影響によるエネルギーであるとか、 あるいは食料の逼迫、あるいは物価の高騰、そしてその,他その結果としてです、ね、経済減速、こういったことが世界で起きているわけでありますけれども、そういう中で開催することの会議は、ウクライナ侵攻後の国際社会経済とビジネスによる平和貢献ということをテーマとしているわけでございます。 そして、基調講演ではですねウクライナ・ロシア統合研究の第一人者でいらっしゃいますハーバード大学教授ウクライナ研究所所長のセルヒ・プロヒー様をお迎えいたしましてウクライナ紛争の歴史的な側面そして世界に与える影響などについてお話をいただくこととしております。聖書の1では 平和における情報の重要性と情報企業の果たす役割をテーマといたしまして情報工作を駆使したウクライナ紛争あるいは情報プラットフォームの買収といった情報関連企業に対する国際の社会国際社会の関心が高まる中で、まあ、こういった企業はどういう役割を果たすことができるのかそこへもって今はですねこのチャット GPT をはじめとしたこの いわゆる生成 AI というのが急速に今入ってきていると、これがまた大きな影響を与えるということもあろうかと思います。そしてセッション2では、経済の武器化にどう向き合うかということをテーマにいたしまして、エネルギーや食料などを巡ります、地政学的なリスクの高まり、あるいは規制の強化、技術の進化による環境の変化などに対してビジネスがどう向き合っていくか。と いうことをご議論をいただく予定としております。えそして、えー、今日ああの今年は2023年でございますが2年後には2025年を迎えます。これは、えー、終戦そして被爆から80年になる年であります。まあさらにそこから戦後100年をお見据えたときに。 まあ真に持続可能な世界を作るためには今後一層このビジネスの力というものが重要になってくるというふうに思います、えー、そしてそのビジネスの力をこのまあ平和も含めたですねこの持続可能な社会のためにえこう使っていくためにはですねえこの経済界との連携というのがこれも必要不可欠なものだというふうに思っておりますよりインパクトがある この平和発信ができる経済人会議を展開をしていくためには、会議の顔となっていただけるような経済界のリーダーが必要だというふうに我々は思ってまいりました。そしてですね、本日は4月27日に経済同友会代表幹事に就任されるご予定で、まさにこう日本経済界のリーダーである新浪様にですね、 お越しをいただいております。クロージングにおきましては日本の本日の会議の感想であるとか、あるいは経済界の果たす役割についてお話をいただく予定としております。それではあのここでですね、この新南様に一言この会議への期待などお話しいただければと思いますので、どうぞ皆さん拍手で南んをお迎えください。 皆様こんにちは、えー、ただいまご紹介をいただきましたサントリーホールディングス新浪、えー、武史でございます、えー、湯崎知事から大変ありがたいお言葉をいただきましてそしてまた湯崎知事のリーダーシップをもってこのように世界平和経済人会議広島にえお呼びいただきましてありがとうございます私も経済人の一人としてぜひ えー、この経済人会議広島を盛り立てていきたいとこのように考えておりますさて、えー、私たち日本はピース・ディビデンドつまり平和のから得るいろんな果実を私たちは冷戦終結からおよそ30年、えー、この30年において、えー、今までその大きな戦火や戦争への恐怖から免れてまいりました その中でグローバルリズムの楽観が世界を追いそして日本も大変いい,い,い恩恵を受け自由貿易の拡大の波に乗ってまいりましたしかし今湯崎知事がおっしゃったようにこれを目を覚ますような悪い意味で目を覚ますようなそういった事象がロシアの戦車がウクライナを国境に向かうそしてこの映像が世界中に流れ まさに映像のアナクロニズムに皆さん私もそうですが言葉を失ったものだと思います今なお法制はやむことありません私たちはもう過去のものだと思っていた国の国家同士の争いえそれがまだに続きいろんな連鎖反応を起こしている国際社会が冷戦から30年何を得たんだろうまあこれを考えさせられるようなそういう事象であり 私たちはまさに今動かなくてはいけないこういうタイミングに来ている私たちは決して無力ではないしかしこのような会を継いましてこの地政学地形学に対して私たちは向き合っていかなくてはいけないと思います私たち経済界もただ黙っているだけではなくてもっと動かなくてはならないそのための熟議が必要で今日のような会議を持って学びそして仲間が一緒になってビジネスの仲間がです、一緒になって 行動を起こしていきたいこのように思っておりますさて私たちは正面からこういう事象を向かっていかなくてはいけない昨今議論なっている我が国の防衛力の強化こういったものについてももっと議論しなきゃいけない本当の抑止力って何なんだろうな本当に私たちは誰にとってもいい国日本どんな国々からも 日本はいいよなやそう言っていただける国にしなくてはいけない防衛だけのお話ではないというふうに思いますえ短期的には中国の利益を最大化することだけではなくてですね地域の本当の意味の安定安寧これを図っていくこれが日本の役割ではないかなとこのように思っていますそのためにはいろいろなステークホルダーの皆さんに私たち経済界も議論を投げかけそして 深い深い議論をしていきたいと思っていますかかる中で世界平和経済人会議広島が起点となってそういう議論を巻き起こしていくそういう機能があるのではないかと私は思っております残念ながら核のリスクは減ることなくむしろ増えてるんじゃないか大変心配しておりますそこでアメリカの大統領は2016年にこの広島に来られて広島と長崎は 核戦争の夜明けとしてではなく道徳的な目覚めの始まりとして知られるだろうとこのような言葉を残されてきました、えー、今日は、えー、このステージを作っていただいた、えー、ジョン・ルース元大使にもおいでいただいております、えー、この辺のあたりのお話も聞かせていただけたらと思いますただ私たちは、えー、まさにこのオーバーマ大統領がおっしゃったことを形を作っていかなくてはいけない経済界としても しっかりと取り組んでいく所存でありますぜひ今日は大いに議論をさせていただきたいと思いますありがとうございましたありがとうございました